ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者は光り輝く高齢者にするための情報を配信しているところであります。今日は2024年3月の18日月曜日です。今ちょっと外の日がちょうどいい日になってきましたね。やっぱりこう太陽がダーッとくるとなんか気分がガッと明るくなりますね。モチベーションパーッとなんか上がってきました。そういうところで3冊シリーズの第2弾をお送りしたいと思います。第2弾は A 六助さんの、評論家ごっこ A 六助とあります。今日はですね、何の評論家になるんでしょうか。前回は何の一人っ子評論家と新人評論家ありましたが、今日は何の評論家かな。いろいろ評論家。今日の僕はいろいろ評論家。人生いろいろといえば、島倉千代子さんの人生もいろいろがあったようであるが、何が幸福で何が不幸かというと、これまたいろいろである。僕の友人で、貧苦の底から這い上がってきた A と、お坊ちゃま育ちの B がいるのだが、これがお互いの境遇を羨ましがるのである。B は自分が不幸だったとしきりに嘆くのだが、僕が子供の時は寂しくなると自分の部屋から電話室に行って閉じこもっちゃうんだ。そうすると僕を可愛がってくれる運転手が探しに来て、てんてんてん。A は電話室にびっくりして寂しいなんてことを受け付けない。え、電話室？自分の部屋に電話室があるの？運転手っていうのは？そうか、自動車があって運転手がいるということは運転手の部屋もあるわけだ。でも、じいやと一緒の部屋だから。お前ね、俺んちは6畳一間に7人だよ、7人。いいよな、家族で顔を合わせて暮らせるんだ。よかないよ、電話だって俺が大人になってからだよ。それまでは呼び出し電話。どうやって呼び出すの？下駄履いて走っていくんだよ。うちでも、姉やが下駄履いて、離れのパパに、てんてんてん。冗談じゃないよ。何が寂しいんだ、お坊ちゃま。お坊ちゃまなんて甘やかされやがって。寂しいよ。家族揃って、一間にいられるなんて羨ましいな。A と B は、二人の育った生活環境の違いを、心から羨ましいと思っているのである。そして、お互いの不幸を理解し合うことは、不可能だと信じているから、酒が入るとひたすら相手を羨ましがり、愚痴をこぼし合う。僕は陛下と同世代だが、そこにある距離と同じくらいの感覚があるらしい。どちらにしても不幸とか幸福というのは自覚の問題で他人が決めることではない。障害者は不幸だから愛の手をという考えもおかしなもので他人が勝手に決めてはいけない。不幸な障害者よりも不幸な健常者の方がずっと大いに決まっているのだ。障害者は不便であって不幸ではないのである。友人の A も B も決して不幸ではなくて不便なことが多かっただけなのだ。電話室があって運転手がいれば便利なのであって幸福とは限らない。6畳に一間に7人で暮らすのだって不便であっても不幸ではない。人生いろいろなのだ。これが逆に人生が全部同じだったら考えるだけでも気分が悪い。例えば女性81歳。男性76歳で死ぬと決まっていたら、発狂したりノイローゼになったりする人が続出するに違いない。いろいろだからこそ生きていられるのである。いろいろだからこそ発奮もし、いろいろだからこそ諦めもできるのだ。A も B も友達もいろいろである。人生いろいろですか。もう一ついきますよ。箸の持ち方評論家。今日の僕は箸の持ち方評論家である。箸をきちんと持って使いこなしている人が減ってきている。箸を上手に使えと言っても、宮本武蔵がやったように飛んでいる灰をひょいっとつまめとは言わない。せめて一本残ったざるそばのをつまめればいい。豆を2個並べたままつまめればいい。そのためにはまずきちんと箸を持つべきで、お手本はお料理番組に出ているタレントの食べ方を見習えばいいと言いたいが言えない。箸も使いこなさない奴が、うまいまずい、とも言わないが、もうないもんだ。親が教えていない。
先生も注意していない。結局いい年をして満足に箸が使えないのである。テレビの場合で言えばプロデューサーもディレクターも注意できない。せめて同席している箸の使える人が教えればいいのだが、それもしない。フジテレビのおいしん坊娯楽部出ている欠場匠という料理人がいる。この人は自分が食べると時に必ずいただきますと祈る。箸の使い方の前にこの言葉をきちんと言える人も少ないのだ。いただきますはそこに料理された魚や大根や肉のその命をいただきますという意味である。あなたの命を私の命にさせていただきますのいただきますなのだ。欠場匠は箸を持つと合唱していただきますという。だからこの番組の別の人たちも自然にいただきますと言うかというとそうはいかない。五代三平が後に続くぐらいで多くの出演者はいただきますが言えない。つまり見習うことをしないのである。箸にしたってそうなのだ。最近の若い諸君は見習うということをしなくなった。できるだけ見習わないようにしているとしか思えない。バイキング風という自分で食べるものをセルフサービスでテーブルに運んでくる食べ方を見ていると多くの人が食べ残す。これはホテルや旅館の食事ではおなじみである。自分の食べられない量もわからない連中にいただきますとか箸はこう見てとか言う気もなくなるが、残すならきちんときれいに残せと僕は若い学生に言ったことがある。 A さんは飢えた世代だからな、はいきれいに残しますと中の一人が僕の言うことを聞いて食後の一服。ところがそのタバコを残したご飯の中でもみ消したのである。欠場さん、せめておいしん坊娯楽部の主演者にはいただきますと箸の持ち方をしつけてください。料理番組を作り方だけでな料理番組は作り方だけでなく礼儀を教える番組でもあるはずです。なぜかよく見る番組なので。点々。もう一つ、星座評論家。今日の僕は星座評論家でございます。葬式とか見合いの席とかお茶席とか偉い人のいる宴会とか思わぬところで正座をしなければいけない時があり、それが礼儀正しいとされていると無理かなと思っても耐えるものでございます。実は正座は別に日本の伝統ではないのでございます。百人一首の絵札に正座している人は一人もおりません。 NHK の大河ドラマだってめったに正座はしないのでございます。武将の掛け軸だって同じこと。封建時代のしもしもだって今のように正座はいたしません。ひざまずくことはします。ペリーが日本の侍と同居した時の記録でも日本人は膝を折って地につけかかとに腰掛けると書いているのでございます。かかとに腰掛ける、なんとも見事な表現でございます。これだとすぐに立ち上がれます。これは武士のたしなみでもあります。ご婦人はもとより縦膝です。お隣の紀伊仙がなんともあでやかにこの座り方をいたします。浮世絵に残されている江戸の女たちも正座ではなく縦膝です。ちまちょぐりの縦膝に比べると着物は縦膝がしにくいと思ったらいけません。昔はもっともっと楽に帯を締めていたのでございます。今のような正座姿は特殊なもので、かかとに腰掛けてその時の一休みにペタンとお尻を乗せてしまった姿ということがわかるでしょう。別な言い方をすると、写真を撮るときに、はい、にっこりと言って、そのままずっとにっこりし、続けているようなものでございます。これは不自然なのは当たり前。とはいうものの、日本では正座が礼儀正しいと信じている方がまだまだ多いのでございます。確かに形は美しく収まりますが、苦痛が伴い、さらに立ち上がってよろけたり、パターンと倒れたりする恥を考えたら、しびれない工夫はいたさねばなりません。そこでしびれないコツでございますが、体重をまともに重ね合わせたかかとに乗せないこと。肛門を中心にお尻の山が2つに割れておりますが、その片方にずらして右足なり左足のかかとに体重を乗せる努力をいたします。片足だけがしびれている分にはよろけることはあっても倒れることはありません。葬式の証拠などの場所で泣いている未亡人の上にまともに倒れ込んだ友人がおります。
もう泣いているんだか笑っているんだかわからなくなりました。お尻の重心を片方に寄せる時の注意ですが、意外やこれで屁が出て自分でびっくりする時がございますので、ご慎重に。あとは立ち上がる前にペリーが表現したようにじっくりとかかとに腰をかけていることでしびれを整えるので、しびれを取るのでございます。取るですね。じっくりとかかとに腰をかけることでしびれを取るのでございます。この時も両方のかかとで肛門をこじ開ける形になるので、への注意を。それでも何度もリハーサル。今日寝る前に正座でもしてテレビなど。というふうに、今回の評論家、正座評論家、箸の持ち方評論家、いろいろ評論家。まあ、六助さんが評論家ごっこというね、面白い話をされてますね。まあ思わず笑ってしまいますね。A さん、今日も A さんの話で笑っております。笑って明るく人生を前に進めたいと思っております。六助さん、今日もありがとう。ごきげんよう。